かないと。ここでもいいかな。よいしょ。みんなこんばんは。すごい、こんばんこんばんこんばん。家族で外食というか、ママと2人で外食なんですけど、ずっと待ってたんですよ、私3時間ぐらい。私3時間弱待ってたよ。そしたら20時になってた、いつの間にか。全く。しのしのさん、しげるちゃん、ぞうこちゃん、たくちゃん、けちゃん、たごちゃん、こんばんは。キムさん、きのこ、ありがとう。ケッピー、ケッピー。くしちゃん、こんばんは。ありがとうございます。いや、本当にね、おばちゃんですね。現在イベント中なんですけど、現在160万差で2位ですね。どんどん差が開いていく。かっちゃん、きのこ、ありがとう。うう、私のメンタルに突き刺さる。お腹すいたな。7月から課金しかポイントが入らないということで、恐怖、あ、9月からでした。恐怖に怯えています、ショールームの。しかもコメント数と、そのなんかポイント数で盛り上げ度みたいな数字が見えてくるっていうね、すっごい嫌なんだけど。私のさ、ルームなんてさ、コメントも来ないしさ、課金もそんなに投げられないからさ、すごいもう毎日メンタル痛めなきゃいけなくなるんだなって思うと、すごく心がズタズタになりそう。私、こんばんは、ありがとうございます。まだまだメンタル強化しなきゃいけないのかって思うと、地区の所業ですね。何食べるの？ご飯食べるよ。ご飯、米、米食べる、米。何食べるかはまだ悩んでる。お店の中まだ入ってないんで、お店の中まだ入ってないからまだ決めてない。何食べようかな、悩んでる。ワンチャンさ、一回占いでさ、精神病になる可能性が高いですって言われたからさ、ワンチャンこれをこのことになるかなってちょっと予感がしてきたわ。ちょっと予感してきたわ。自分なんてそんな風になるかと思ってたんだけど、ちょっと予感してきたからちょっと怖いわ。占いは当たるかな。並んでるの？うん、なんか並んでるっぽい。満席ですって書いてあったんで、並んでます。ひでちゃん、ファンレベルアップありがとう。なちゃん、こんばんは。若干とお届け、ありがとうございます。まだかな、お腹すいたよ。
みんなは晩ご飯食べました？コメントカソラセン、ガチャンキョンベンウェ、ありがとう。優しい。そういう言葉がすごく安心します。優しいですね、そういう声掛けとか。私のルームってそういう、私がこういう風にこうなんだよね、ああなんだよねって言ってもあんまり大丈夫だよって、こう俺がこう、僕が俺がこうっていう人あんまいないからさ、そうやって言ってくれるがっちゃんは嬉しいです。ありがとうがっちゃん。やっちゃん50カウント、ありがとうございます。ハトロさんつたき様です。本日あるちゃんもつたき様です。ありがとうございます。なんかさ、でもさ、コメント数がさ、いっぱいあればあるほど盛り上がるかもしれないけどさ、支持中とかいらないんだよね、正直。支持中とかさ、そういう何々ちゃんは何々やってたよとかさ、こうこうこうはこうこうこうだよっていうのとかいらないんだよね、正直。何々の番組に何々ちゃんが出てたとか別にいらないんだよね。だって私興味ないし、何その情報って思うの。全然いらん情報やなって思う。炊き込みご飯、ちゃんとした料理。タムシちゃんこんばんは。ガチャンタコ中ギフトありがとう。そう、ああした方がいいですよとか、こうした方がいいですよとか、ああした方がいいよ、こうこうこうだからこうこうこうした方がいいよとかも正直いらない、本当に。それでコメント稼ぎするのは別に興味ない。でもさ、こんにちはとかこんばんはとか、はいお願いします。そう、いらない情報はいらない。でもよくいるんですよ、本当にそういう人いるよねって。私あるあるのネタでも書こうか、 RG みたいにあるあるネタ書こうか、音楽に乗せて。あ、キノコうまそう。うん、私もそう思った。ありがとう、ママが水持ってきてくれるってさ。ビビン麺だって、全然違う。ご飯が主役のお店なのにビビン麺とか頼もうとしちゃったよ。ちょっと今からご飯選びます。うわ、どうしよっかな。これ次へのボタンあったんだ。どうしよう、何食べよう。あ、ありがとう。冷たいの。うん、すげえ。オッケー。おひつご飯っていうか、これ天丼じゃね。私チキン南蛮。わかるわかる。ねえ、面白すぎるでしょ。失礼いたします。朝日にこちら白だしをかせていただきます、ね。ありがとうございます。最後にだし茶漬けできるお出汁になります。ありがとうございます。はーい、何食べようかな。悩んじゃってるよ、悩んじゃってます。みんな
ろしちゃん、タッキーさん、50カウントありがとう。ショールマルアル早く言いたいよ、言っちゃったよ。もうポチさん、コウさんも文句に向かう50カウント、ピーちゃん一周プチプチお店中ありがとう。ピーちゃん、おつたきさん、タレカツ丼残ったよ。ポチャン、ハニブラック、あるある1、応援してるよっていうのに認証してない人。あ、それはそう、応援してるよって言って認証してなかったり、星投げてなかったり、50カウントしなかったり、ギフト全然投げてなかったり、ラジバンドリーみたいな、あるある、ずっと応援してるよのずっととはっていうね。あとあるあるに、ずっとという文字をとは何食べよう、悩んでるよ。どっちにしようかな。どれと、あ、そっか、それ美味しそうだよ ね。それどこにあったんだ、これか、これ、ここか、これかな、あ、これ、これ、うん、それそれそれ、知ってほしいよね。白だし持ってきてくれたのに、うん、え、だからいいんだよ、それでいいんだよ。あ、そうなの、うん、あ、そういうこと、うん、大盛り見るよだって。そうなの、書いちゃったよ。いや大盛りいらねえけど。親子丼、晩ご飯はゴーヤだって。おいしそう、ゴーヤ大好き。佐藤くん、駅入り合うし。三寺さん、50カウント、こんばんは、ありがとう。親子丼うちも食わんよ。親子丼好きじゃん。卵とじ好きじゃない。そうなんだよね。私これにしようかな、サーモンおひつご飯。うん、それにしないよ。やだな、生臭かったらどうしよう、怖い。季節限定にビビン麺あるよ。うーん、これもそうだよね。どこにあったのそれ、うん、キノコか。あ、これだ。限定中華。美味しそう、黒酢。うん、そう、好き。きのこのこのこ、元気のこ。何よ。面白いね。そういう歌でしょうか。うん、リンギ、舞茸、ぶなしめじ。これでした。どれ？豚で。どれだ、どれ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 、豚って書いてある豚。うん、はい、ご飯普通でいい。うん、普通でいい。はい、僕は僕牛鍋にしよう。あ、いいね。うん、絶対美味しいね。ごぼうが絶対合うもんね。ゆりちゃん、具だけで美味しい。具だけ、これだけで美味しい。あ、お食事と一緒にし、いいですね、飲み続けられる。注文したぞ。卵とじ食べないよ、私。足、卵とじ食べない。カツトシちゃん、レインボースターたくさんありがとう。なにこれ、抹茶みたい。え、ガーリックシュリンプチリソースがけって、エビチリじゃん。うまいこと言ったよね。ガーリックシュリンプにさ、チリソースかけたらエビチリやん。え、天ぷらあるんだね、単品で。天ぷら食べたいの。どこにあったんだ、単品メニューなんか。これか、トッピングか。あ、一品料理かな。大二郎さんかな、丸二郎さんかな。つたき様でございます。メンチカツあるよ。いいね。やだ、私もやだ、メンチカツ。あ、おるよ、天ぷら。なんか元のデザート美味しそうだ。
ね、美味しそうやった。おつまみどこにあるの？つまみ、いや、なんか見たいなって思っただけ。おつまみトッピングかな。あ、この小鉢のこと言ってんのかな。あ、そうだ、涼しくなったね今日。涼しいよね。うん、すっごい涼しい。今日と昨日も涼しかった。夜なんて窓開けてたらめっちゃ風入ってきたし。寒かった。あ、寒かったかな。ちょうどよかった。初ホームの方、こんにちは。ママはご飯を食べに来ておりますよ。つっ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 ちぐはぐ。え、持ち込み禁止です、すいません。これ甘くないの？あんま、今薬飲みたいなと思って。コーヒーで薬飲む人は初めて。一緒、いつも何でも飲むよ。コーヒーで薬飲んでるよ、うちのママ。ペプシでも飲む。あ、ペプシはいいよ。え、その差がわかんない。ペプシで薬は飲むよ。その面白い。牛乳っていいん？牛乳、ミルク系っていいん？あ、なんか良くない感じするね。なんか良くない感じするじゃん。グレープフルーツジュースってあんまり良くない感じ。あ、そうなん？いろんなやつになんか合わないっぽい。え、柑橘系がダメってことじゃん。オレンジジュースは？フルーツジュースがダメっぽい。オレンジジュースは？オレンジジュースはまだグレープフルーツジュースよりはいいか。なんで？なぜなぜ？なぜなぜ？コーヒーで薬は良くないですよって言ってる。すいません、ありがとうございます。すいません。でも医者じゃないから、この人。いいじゃん、別に言ってくれてんだからさ、ありがとうございます。でも私もなんかコーヒーとかミルク系でダメな気がする、うん、水分だったら何でも飲むんだけど。でも効くよね、普通に。うん、効く。普通に効いてるよね。効く。気始めだからね。酒でも飲むし。怖。それはない、うん、ダメだよ、酒と一緒に薬飲んだら。マジ美味しかった。ずっとエンドレスで飲んでられる。うまい、ね、酒とね、一緒に薬飲むと急性アルコール中毒になるよ。え、そうなの？うん、OK。 仕事から口酸っぱく言われるの、えらい。でもさ、気にかけてるのは偉いよね。気にかけるのは偉いよ。もう何でも OK なの逆に怖いよね。何でも OK みたいじゃん。何でも OK みたいなのは自分じゃん。だるま、ガッチャンだるま、ありがとうね。何でも OK みたいな。わしもコーヒーで薬飲むって。うん、コーラは飲む。コーラでは飲む。コーラも飲む。丁寧な暮らししてるから炊き込みご飯炊いてんだわ。おー、おしゃれ。お、シビブレッキャン、キノコありがとう。キノコ、キノコギフトをいただいております。毒キノコ、あざます。ギフト、あざます。ネギムシャバネベラーと、ありがとう。俺の嫌いなキノコ、オデは大好き。でもキノコ嫌いな人いっぱいいるよ。私の友達の結構半分ぐらいキノコ嫌いな子多い。椎茸多いよね。うん、椎茸多い。臭いらしい。椎茸臭いらしいぞ。そう？私も意味わかんないけど、キノコ大好きすぎて。ね。私はトマト嫌いやから。ジュンディさん、キュリアオシ、こんにちは。ありがとう。すごーい。キュリアクちゃん、キノコ、ガッチャンだるま、
カツトシちゃんレインボースター、ガッちゃんタコ、ガッちゃんキノコ、キムさんキノコ、皆さんありがとうございます。これうまそう。何？あ、ティラミスなんだ。うまそう。絶対美味しいね。きのこ大好き。松茸は好きって。松茸さ、寿司何？寿司三昧で食べた。マジか。すげえ。オールセブン。アルがいるけど。あ、私もキノコ大好き。松茸はね、寿司三昧で大竹先生と一緒に食べたけど、あ、分かんない、美味しいものなのかはちょっと分かんないな。松茸好きな食べ物のランキングだったら場外だった。県外、県外。椎茸が一番好き。見違えた、舞茸。すいたな、早く食べたいな。みんな咀嚼音嫌いな人いたら先に謝っとくわ、ごめんね。これから晩ご飯食べます。咀嚼音嫌いな人はミュートで。咀嚼音。おたき頑張って。なんや急に。ありがとう山田ゾンビ。山田ゾンビというよりもはやママさん、こんにちは。ありがとう。舞茸よりエリンギが好き。なんでもいいよ。キノコ全部好き。なんかコーヒーゼリー。いろんなところででもコーヒーゼリーのスイーツ出てるよね。秋なん？秋なん？コーヒーゼリーって茶色だから？色なの？色味じゃない。だってこう茶色っていうか黒じゃん。黒だっけ？茶色だって。よく見たら黒亀ゼリーか。これ来る前に白だしなくしたら、ね、だからやめて、ね、エンドレスでしょ、すいませんお帰りください言って。私もずっと飲めるよそれ。シルドステイクアウトあるよ。え、もらえるでしょ、さすがに。さすがにもらえるでしょ。さすがに。すごい、なんか和食屋さん、和食定食屋さんみたいなところに来てるんですけど、なんかひつまぶしみたいな感じで食べるお店なんですけど、それが事前にお出汁が来て、そのお出汁が美味しくて、ご飯来る前に飲み干しそう家族で、2人で。モンブランが美味しい季節。あ、なんかね、芋スイーツ多いよね。芋スイーツ。あ、でも栗もあるわ。栗と芋とさつまいもドリンクある、ね。今日は、8じゃない。じゃあ8。ありがとう。早く来ないかな、ご飯。ご飯、うん。もうこっから置くじゃん、私。ご飯、うん。ご飯、うん。そう、出汁のおかわりください。テレビチャンピオンみたいに。テレビチャンピオン今やってないね。そういう大食い。大食いって危ないよね。でもお出汁を飲むとかおしゃれなお店やな。ね。いや、これご飯と、ご飯を食べるときに使うお出汁なんだけど、箸休めのお出汁ではないよ。
けちゃんフルコありがとう。けちゃんフルコースありがとうございます。およ。明日もあるからじゃない？いいよ待たなくて。なんで待ってんの？待たなくていいわ。なんで？わかりまへん。こんな粉っぽいの入ってるのに玄米茶の。へえ。抹茶かと思っちゃった。飲み物でお腹いっぱいになるかもよ。お茶汲んでこよう。お茶汲み行ってきます。来るかなと。お、カツトシちゃん、バシュちゃん、ファネベラップありがとう。お腹すいた。ただいまお茶汲んできたわ。冷たいお茶があるお店っていいよね。一風堂はルイボスティーだもん。スキヤは麦茶だしね。カツヤも麦茶。あ、じゃあスキヤカツヤ麦茶なんだ。いいよね、お茶。水じゃない方が好き。ただいま。ただいま、ただいま。もう30分経ったんだ。早っ。残り15分です、皆様。食べてる最中に終わりそう。これから咀嚼音が流れますが、嫌いな人はミュートにしてください。よろしくお願いします。ちなみに私は ASMR みたいな咀嚼音の YouTube とか苦手です。逆に私は苦手。クチャクチャクチャってなってるやつめっちゃ苦手。パリパリぐらいだったらいいんだけどね。まだパリ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 ぐらい。食レポはよ。食レポないっすよ。食レポなんてしてたらご飯がの美味しさ半減するで。食レポとかするときってなんかさ、伝えなきゃ伝えなきゃって思うほどさ、味しなくなるの。味濃いの出してほしい。味濃いの出せっつってね。いいよ、食レポするからさ、みんな聞いてね。聞いてください、食レポ。味しなくなるよ、考えて。考えれば考えるほど。どんな味だっけ、どう伝えればいいんだっけ。
なんで怖っ。私も眠れない最近。最近眠れないから酒飲んで寝るよ。アラームかければいいじゃん。そうなの、そんな大量に飲むわけじゃないよ。大量に飲むわけじゃないよ。ウケる。ワンさんお邪魔しましたって、こんにちは。こんばんは。こんばんは。お邪魔します。お腹空きました。私は今お腹が空いております。無理。なんかかけたとき、出しかけたときね、トッピングか。うん、あ、来た。失礼します。お待たせしました、黒鯛でございます。はい、うまそう。美味しそう。いう鍋ですね。火がついて熱いので気をつけてください。はい、右側に火消しございます。お好みですよ。消して召し上がってください。メロンソーダの方。はい、最後にだしをつけていきますのでお試しください。はい、いただきます。牛飯みたいなのきた。いただきます。メロンソーダよくわかったね。美味しそう。安定のメロンソーダ。いただきます。実食。うん、うん、うん、すき焼きみたいな味がする。甘じょっぱい。うん、私の好きな味、甘じょっぱい味。いいね。メロネコさんこんばんは。やけどに注意します、今日ね。もうちょっとネギ欲しかった。ネギ大好き。美味しいです、美味です。味噌汁いただきます。お麩のお味噌汁。うん、おいしい。ナポフル頼めるじゃん。お出汁追加で頼めるぞ。一番うまいメロンソーダが。メロンソーダがいっちゃうまいぞ。コーヒーと薬よりさ、メロンソーダとそれの方があれですよね。何よ、組み合わせてくんで。いい、なんで。メロンソーダは何でもオールマイティーだよ。妹がそっくりなんじゃない。兄弟姉妹揃ってメロンソーダばっか飲むからな。
美味しいんですよ、メロンソーダとご飯って。メロンソーダご飯食べればいいんじゃない、メロンソーダ茶漬けみたいな。メロンソーダ茶漬け食べるか今度。明太子うま。明太子のせうまい。10年以上超え、長年ネオメラインしてた子が人妻になったから今年は祝電控えた。えら、おめおめラインじゃなくておたおめラインやった。配慮ができてえらい。お出汁入れて食べます。どうぞ。お出汁入れて、盛りかけて食べましゅ。いただきましゅ。おっちゃ。おっちゃ。失敗した。いただきます。おいしい、うん、さっぱりした。さっきより全然優しい味になった。食べてる時がいっちゃん幸せ。うまい。しみるわ。五臓六腑に染み渡ってる。ゆりぱいちゃん、ゆうばちゃん、お疲れ様です。おつたきです。食べるんか。だ、酢豚その中に入れるんかと思った。いや、いいと思うよ。どっちでもいいわ。良くないだろ。いいね。酢豚にパイナップル入ってるだって。私大好きなんだけど。入ってないってさ。大好きなんだってさ。私は無理。あったかい果物無理。
なんで怖い。メンタルがぶっ壊れてる。そこまではぶっ壊れないわ。秋だから。何、秋はメンタル、メンタルやられんの？へえ。うん、5月生まれだから魔力月は落ちるんだって、うん、ねって言われた。ただ気づいてるのすごいねって言われた。だってさ、ケンケンさんこんにちは。お、あと3分じゃん。皆さんあと3分クッキングです。おじさん結果全部美味しい。極論から言うと全部うまい。満腹中枢が。今日よく眠れるらしいです。残り2分。男女発表します。13位、愛花ちゃん、ありがとう。12位、ともピーマンちゃん、ありがとう。11位、もんこんちゃん、ありがとう。10位、ぞっこちゃん、ありがとう。9位、たぼうちゃん、ありがとう。手塚としありがとう。7位、すのしのちゃん、ありがとう。6位、はこうし、ありがとう。5位、たくちゃん、ありがとう。4位、じゅんぼうさん、ありがとう。3位、しげるブラックちゃん、ありがとう。2位、ガッちゃん、ありがとう。1位、勝ちとしちゃん、ありがとう。字枠が23時です。お願いします。キッチンさんっていう人が来た。ご飯食べたキッチンさんが来た。では続きを食べていきたいと思います。お伝え様でございました。また字枠よろしくお願いいたします。